これね、あの6号線ですよ、ね、この6号線がね、とってもおしゃれでしょ。ですからね、やっぱりの真田一族っていうのはモダンですよね、この6号線のおしゃれなこと。ですからね、私一軒一軒見ましたとき、とっても個性のあるお店ばっかりなんでね、私ね、もう本当にね、びっくりしました。いろんなあの着物のお店も、あのいろんなものありました。それからね、本屋さんもいっぱいあって、私古本屋さんもいっぱいあって嬉しくてね、こんなに本置いてあると思って、今どんどん本屋が潰れてるのに、これだけのもの置いてあるってことはすごいとこだなと思いました。そういう意味でもあってね、素晴らしい、あの本当にすごい町だなっていうことを嘘でなく本当に思ってきました。一軒一軒見てあるんで、非常にその一軒一軒の個性があるっていうことがものすごくよく分かりました。そうしましてね、上田鶴見のこういう家作らせてもらって、あのボランティアさせていただいたってことはものすごくね、私の記念になりました。それもう一人ね、ちょっと藤本さん、ちょっと記事の勉強、記事の調査。記事の提供。今回のこちらの藤本さんのところの記事の提供者です。ありがとうございます。なんだそうです。いいですよね。私もね、このね、つむぎのこういうのでね、本当にあの洋服作りたいとしみじみ思いしました。そのうちお金貯めて買いに来ます。お金貯めて買いに来ます。